こんにちは、土の子です。さあ、今回ですけどね、なんと、マックスレードバトルにね、ミュウツーが出るという噂を聞いて、ちょっとね、やってみたいと思います。まずはもちろん、不思議な贈り物から、ワイルドエリアニュースを受け取って、最新にしていきましょう。よし、オッケー。なんとかね、ミュウツー対面を成功させたいんだけど、ただね、めちゃくちゃ強いっていう噂を聞いて、ちょっとドキドキです。無限ダイナがね、一発でやられるみたい。果たして倒すことできるんでしょうか。ちょっとじゃあ行ってみましょう。いた早速いた早速いましたわ。よし、ちょっとね、ミュウツー対面をまずは成功させたいので、一人で挑戦していきたいと思います。あ、捕まえられないってちゃんと注釈が出るんだね。なんかミュウツーはね、捕まえられない代わりに、すごく非常にね、いい道具を、もらえるみたいなんでね、ちょっと一回は倒したいんだけど、倒せるかどうか。まあ、ダイマックスミュウツー同士で、ちょっとね、まずは、ドリーム対戦したいと思います。私の戦闘力数は、53万です。うわ、迫力すご。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんからご心配なく。いいね、この対面ちょっと胸熱じゃないですか。もちろんダイマックスしていきます。防御シールドね、6つって相当痛いよね。しかも攻撃がめちゃめちゃ強いんでしょ。こちらのねミュウツーはレベル78なので相当厳しいと思う。大フォローでいきましょう。いくぞミュウツー、ミュウツー相手にダイマックスだ。私の戦闘力数は3万です。どっちが強いかな。いやーすごいでしょこの構図やばっ。まずは大アイス。うわ、かっこいい。吹っ飛べ。はい、カビゴンが一瞬でやられていく。カビゴン速攻消滅したんだけど。待って、大アイスだと確かにさ、無限ダイナとか一撃じゃないの。瞑想して特攻が上がった。おいおいおい、しかもサイコブレイカー。ちょっと待て待て待て、本当に強いぞこれ。何回攻撃すんだよ。え、待って、何回攻撃すんの。これ4回目だけど、やば。もう味方2匹倒れましたね。あられでシールド解除してよ。ああ、もうちょっと大ウォールとかやっちゃおう。予習したい。やばい、これ誰で行こう。大アイスとか打ってくるとかちょっと想定外だったんだけど。どんどん特攻上がってくじゃん。大文字、効果今一つの大文字で速攻やられていくっていうね。ああ、もう限界に来ちゃいましたよ。やばいなこれ、星5ミュウツーとかクソ強いやん。あれ、これ倒せる気がしないぞ。ミュウツーだと誰がいいんだろう。で、待って、ダメージ一筋も与えないまま終わるんだけどこれ。はい、サイコブレイクで、カビゴンが、一発で蒸発して追い出されました。ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。恐ろしすぎる。何これ。何これ、放心状態なんだけど。どうしよう。どう対策取ったらいいんだこれ。
ちょっと僕ね、倒せるポケモンがちょっと見当たらなかったので、ザシアンをちょっと借りました。あの、名前読めやんですけど、ザシアンです。よし。じゃあちょっとこれで、ちょっとこれでね、じゃあ、募集してみましょう。これ、みんなで挑戦で、みんなが来てくれるかどうかだよね、ほんと。ザシアンで果たして、倒せるんでしょうか。そして、集まってくれるんでしょうか。時間がちょっと良くないかもしれないな今。さあ倒せるんでしょうか。あー、ニャイキングの人ですね、一人目は。そしてウォーノラゴンでしょうか。みんなニャイキングでしょうか。オーロンゲ、あ、 Y さんはニャイキングでいきますね。さあ、あとはもう一人、もう一人ちょっと待ちます。めちゃめちゃ強いんで、もう一人待ちます。あ、来た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 。おーし、行きましょう。ザシアン2体、オーロンゲ、ニャイキング。果たして勝てるんでしょうか。見くびっていたな。言っておくが、今のはまだ全力じゃないぞ。70% ほどでしかない。行け、ヨメアン、ヨメアン行け。あれ、居住山するのかな。居住山していいのかな、これ。いや、バリア外しじゃない最初。あ、光の壁、あ、すごい、これか。居住山すると、あー、なるほど。バリア剥がししなきゃいけないんだよね、きっとね、最初は。そして気合玉、瞑想、バリア剥がれた時に、あ、で大文字、オーロン毛が、3分の1削れた。そして大アイス、やべえ、マジ強え、ほんと光の壁大事だね。え、ちょっと待って、一旦聖なる剣とかした方が良くない？なんか2個使ってんじゃん。あ、やばい、大丈夫かなこれ。バリア剥がれない？僕バリア剥がれ、バリア剥がれる予定で、あ、そうそう、聖なる剣言って、オッケーオッケーオッケー、でバリア剥がれ、バリア剥がしてから、やばいな、これ PP 上げなきゃいけないんだな、きっと。あ、やばい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 、うわマジか。ニャイキングが一発で倒れたんだけど、ダイマックスしたダニャイキングが。もう一発撃てるんかこれ。ここで、ここでバリア剥がれて居住山を撃ちますけども、僕でしょ、よし、ここで居住山撃つ、ここでどんぐらい減るかだね。おー、減った減った減った、だいぶ減った。今のは痛かった、痛かった。待って、オーロンゲどこ行ったの。オーロンゲがいないけど。もうここまでだ、この星もらとも貴様のゴミにしてやる。大ナックル、あー、あぶねー、ギリ耐えた。え、ちょっと待って、おかしいでしょ、サイコブレイク連発とか。何こいつ、嘘でしょ、おかしくない。あ、イカ様、いや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 、ちょっとまたバリア6つになってんだけど。
うん、うん、分かる、それは分かった、もうそれはすぐ分かった。いやきついわこれ。いやひどい。じゃ僕も、あー大文字、これ全員技じゃない？終わった。私の戦闘力数は50、50、50、50、53万。いやきつすぎ。ちょっともう一回だけチャレンジします。マジモスノーで来るの？え、モスノーってなんだっけ？マジなの？マリア剥がしで、巨獣山とかやんない方がいいんじゃないかな、最初。ワイドガード。ああ、なるほど。あ、ワイドガードにリフレクター。うわ、めちゃめちゃあれだ。待って、モスの方がモスの方がもう虫の息だよねえ。何これ、ちょっと待って、聖なる剣でバリア剥がします。大文字、うわ自分が来た、マジか。ちょっと待って、応援で回復しねえかな、みんな。ダイナックルで誰がやられる？応援で全員回復しねえかな。よしよし、これで割れた。次こそ巨獣山の番でね。応援で回復しろ、応援で。お、あ、道具使えるんや。え、待って、あー特攻軍か。よし、いいぞこれ。巨獣山ってでも物理攻撃だっけ。じゃああんまり変わんないけど、いいね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 。確かに薬使わなきゃダメなんだ。分かった分かった分かった。満タンの薬を使う。これ今2人目だよね。僕も使おう。あ、これ3人目。あと1人。やばなにこれ強すぎやろ。サイコブレイク、吹雪、あーオーロンゲ知ったでしょこれ。もうひどいねえ、強すぎなんだけどマジで。どうやって勝ったらいいんすかこれ。ひどすぎるよ。こんなのひどすぎるよ。僕はちょっと何を育てたらいいんでしょうか。ちょっとミュウツー倒したいな。みんなどうやって倒してますか。借りたザシアンを使ってもちょっといまいち
いまいちねこう突破できる感じがしなくて、結構ね今の仲間はね恵まれてたと思うんですよ。オーロンゲとかで光の壁とかね、僕は何を育ててミュウツーに挑んだらいいのでしょうか。ちょっとねこのまま何回もやっても勝てる気しないので、ちょっともうちょっと練ってからね再挑戦したいと思います。よかったら教えてください。ということで土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。